村で遊ばないか。前田明義です。埼玉県加須市住まいの僕らとしては、こちらのテーマパークは外せないということで、今日はこちらに遊びに来てみました。何するのってとこなんですけど、お化け屋敷にちょっと突入してみたいと思います。お化け屋敷どうすか。この間のバッティング動画で、あの浦和レッズとスリクソンで大活躍した直樹くんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。お化け屋敷どうなんですか。めちゃくちゃ苦手です。苦手？お化け嫌いなの？お化け嫌いですね。お化けより人の方が怖いんだから。いやお化けの方が怖い。お化け怖いです。どれぐらいビビリなの？これ入れないです。武蔵野村のお化け屋敷入れないの？入ったことないです。頼みますよ、そこはバッチリ。じゃあ早速お化け屋敷行ってみたいと思います。はい、来ました。お化け屋敷武蔵野村。行けそう？いやもうすでにめっちゃ怖いです。すでにめっちゃ怖い。大丈夫？いますね。言うな言うな、まだ。じゃあ入ってないのにいるんすもん。せんなせんな、こっちにいるから。その友達、これはいけんだ。こいつは大丈夫。こいつは大丈夫。ビビリの直樹くんとじゃあ入ってきてみたいと思います。いきます。はい、じゃあ行ってみましょう。入ってみましょう。ちょっと待ってこれ何？ちょっと大丈夫でしょ、まだ。いや怖い。賽銭箱があるよ。賽銭箱。ちょっと待って、何鳴らすの直樹。何鳴らしてんの？あ、ちょっとこれ見えないよ。あ、これもう、これいろんな意味で怖いよ。真っ暗なんだけど。ちょっと待って、マジで。何わかんないっす、なんだ、あおいや、怖え。なにこれ、おばあさん。ちょっとおばあさん。おぉわぁちょっと行って。床が抜けそうだね。大丈夫これ。こっちな感じ。こっちな感じです。大丈夫ですか？明るくなった。あれあ、なんかお化けですか？あれ撮影でね、カッパがおる。カッパ見えるじゃん、すぐ。カッパがおる。行ってきます。なんかこのなんか途中休憩所みたいのがあんの？外の人が撮れる途中休憩所みたいな。行きましょう。ちょっと待ってください。ちょっと置いてかないでください。置いてかないでください。ビビってる。大丈夫？これなんか反応するんですか？おお、なんで分かったの今？いや、分かんないですけど。音でだな、これ。やばい、何これ、なんか、ロクロック瓶みたいな。すごい。うわー、ちょっと。ねお化けいい。怖い大丈夫？俺に捕まりすぎ？女子危ない。なにこれ、大丈夫？狭い、とりあえず。おぉ、ちょっと。これはね、違う、これはね、お化けとかじゃなくて怖いよ、そんなの。うわ、なに、エアコンがある。うわ、お化けですか？これ一番怖。お化けのとこにエアコンがある。ちょっとこれ、天井ぶつかるよ。あぁ、ちょっと大丈夫。え、吉田さんすか？違う、これ。ちょっとこれやべえ、俺が自分でお化け動かして。何これ、うわ、目ん玉飛び出ちゃってんじゃん。これ結構アートだな、これ。おお、ちょっと押すなよ。押すなって。これ猫綺麗だな、この猫。おお、すごっ。うわ、すごこわ。うわ、やば。足にもなんか、うわ、怖い。ふわふわしてるな。ふわふわがある。ふわふわがあるって。こっちの方がめっちゃ怖い人いるからね、直樹。うわ最後の砦っぽいの来たよ。やばくないこれ。ちょっと待って。危ねえ。ちょっと危ない。おいおいおいおら。ちょっと床がブルブルするんですよ。お前、嘘。ほんとっすか。ちょっと踏んできてくださいよ。床がブルブルする？床がブルブルするんですよ、そこ。本当だ。なに ちょっと早く行き過ぎ。超真っ暗。これ、あ、見えない。おお。揺れてる。これすごい。ね、すごいけど前が見えなくて。どっちこれ。分かんない。
ビビりすぎだろ。あ、終わりです。直樹さん、現実の世界に戻ります。助けて。くわー、くわー。直樹さんめっちゃビビってました。直樹さん、これ見てください。直樹さんめっちゃビビってました。大丈夫ですか、直樹さん。いや、これ尋常じゃない暗さっすよ。やばいっすね、これ。途中でっかいエアコンがあるんですよ。いや、そこ確かにあった。めちゃくちゃでかいエアコンがあった。めちゃくちゃでかいエアコンが明るい部屋にあって、うわーみたいなね、こう曲がった瞬間にでかいエアコンがあった。所要時間まあ5分ぐらいですかね。結構疲れましたね。疲れましたね。なんか足が意外とよ、ね、足にも結構トラップあったり、あとなんか年季が入ったお化けたちが結構いました。ちっちゃい子供泣くよね、これ。泣く大人は楽しめるかもしれないです。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫じゃないじゃん。どこが一番怖かった。吉田さんの頭がカサカサに当たってすげえ上から落とした。確かに天井が低い。天井が低くて俺頭カサ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 ってドワーみたいになってましたやばいっすね。やばいっすね、はい、結構楽しめるリアルな。最後とかちょっとめっちゃビビってたけどもうあれは分かったよね。前も見えないし、はい、最後どこ行っていいか分かんないみたいな。そうそうそう、この化け屋敷怖いのがどこに行っていいか分からなくなるっていうね。真っ暗すぎて、はい、まあ以上そんな感じで武蔵野村のお化け屋敷でした。武蔵野村来たらやってみてね皆さん。さあ、今週もありがとうございました。来週も見てね。 Thank you。